電波銀河は最大高度1039ワットに及ぶ非常に明るい電波を放出する活動銀河である。類似のものに電波を出すクエーサーやブレーザーがある。電波の放出はシンクロトロンの過程による。観測によると2つの宇宙ジェットとその外部の媒体の相互作用が相対論的ビームの効果によって変化したものである。このような銀河のほとんどは大円銀河であり、 電波銀河はそれ自体の性質だけではなく、かなり離れていても検出できるため、観測宇宙論のツールとして利用できることからも関心を持たれている。近年、銀河間空間、特に銀河団の電波銀河の効果に関する多くの研究が行われている。近隣の電波銀河ケンタウルス座 A。赤色は電波、緑色は赤外線、青色は X 線。 電波銀河からの電波の放出は非常に滑らかで帯域が広く変更も強いためシンクロトロン放射であると推定される。これは電波を放射するプラズマ少なくとも相対論的速度の電子とジバが存在することを示唆している。プラズマは中性であるため陽子か非電子も含まれていることになる。観測される放射光から直接粒子の種類を決定する方法はなく さらに観測から粒子や磁場のエネルギー密度を測定する方法もない。所与の放射率を与えるための最低エネルギー条件は決定できるが真のエネルギーが最低エネルギーの近くにあると真自受に足る証拠は長年の間なかった。シンクロトロン放射と似た過程に逆コンプトン散乱がある。これは相対論的な原子が周囲の光子と相互作用して トムソン散乱を起こし、高エネルギーを発する過程である。逆コンプトン放射を起こす電波源は、X 線領域でも特に重要であることが分かり、また、電子の密度のみに依存するため、逆コンプトン散乱の検出により、粒子と磁場のエネルギー密度を推定することができる。この方法によって、多くの強力な電波源は、実際に最低エネルギー状態と非常に、 近いことが分かっている。シンクロトロン放射は電波の波長に限定されない。電波源が粒子に十分大きなエネルギーを与えられれば赤外線、可視光線、紫外線、さらには通常の磁場で電子のエネルギーが1テラ電子ボルトを超えると X 線としてさえ検出される。シンクロトロン放射と他の放射過程を区別するのには変更や連続スペクトルが用いられる。 ジェットやホットスポットは高い振動数のシンクロトロン放射の源になることが多い。シンクロトロン放射と逆コンプトン放射を観測から区別することは困難であり、特に X 線については天体ごとにどちらの過程が起こっているのかは議論がある。電波銀河での粒子の加速については他にフェルミ加速の可能性も考えられる。電波銀河は広範囲に 電波の構造を作る。最も一般的な大規模構造は、ローブと呼ばれ、二つのしばしば対称性を持つ、おおよそ楕円形の構造が、活動核の両脇に現れる。低高度の電波源には、より引き伸ばされた形のプリウムと呼ばれる構造が、現れることがある。またいくつかの電波銀河には、ジェットとして知られる、核から直接ローブまで続く長細い構造が一つか二つ、現れる。 1970年代以来、最も広く受け入れられているモデルでは、ローブやプリウムは隣接する活動核から供給される、高エネルギー粒子のビームや磁場からエネルギーを得ているとしている。一方ジェットは、ビームが可視化したものであると信じられている。1974年、バーナード・ファナロフとジュリア・リレーは、電波源をフライト・フライという2つのクラスに分類した。 この区別は当初は広範囲の電波の放射をもとにしており、中央に向かって明るくなるものがフライ、端に向かって明るくなるものがフライに分類された。ファナロフとリレーは2つのクラスのコードには、フライはコードが小さく、フライはコードが大きいという明確な違いがあることを観察した。さらに詳細に観測すると、電波銀河の形態は、 電波源からのエネルギー伝達の方法に依存していることが明らかとなった。フライは中央に明るいジェットがあり、フライはジェットは弱いが、ローブの端に明るいホットスポットがある。その結果、フライはローブの先端まで効率的にエネルギーを伝達できるが、フライのビームは途中で大部分のエネルギーを散逸してしまうため、エネルギー伝達の効率が悪い。 3C236 のような最大級の電波銀河はメガパーセクに及ぶローブやプリウムを持つが、これは1000万年から1億年かけて成長してきたことを示している。これは非常に小さくて非常に若い場合を除き、我々は電波銀河の活動を直接は観測できず、そのため理論や多くの観測からの推測に頼ることしかないことを意味している。明らかに、 電波源は最初は小さく生まれ大きく成長していく。ローブを持った電波源の場合、その動力学はかなりシンプルである。ジェットがローブにエネルギーを与え、ローブの圧力が大きくなって、ローブが拡張する。拡張の速さは外部の密度や圧力の大きさに依存する。長い間、強力な電波源は音速を超える速さで成長し、外部に 衝撃波を出していると推測されていた。しかし X 線観測により強力なフライ電波源のローブ内部の圧力は外部の圧力に対して超音速で成長するのに必要な大きさよりも小さいことが明らかとなった。超音速で拡張していることが明確にわかっている基地の K はケンタウルス座 A でおそらく比較的最近の活動核の爆発の結果だろうと考えられている。 電波銀河のほとんどは、楕円銀河である。セーファート銀河の中にも、弱くて小さい電波のジェットを出すことがあるが、電波銀河として分類されるほどの強さはない。どうして、楕円銀河に、電波銀河が多いのかについては、いくつかの理由が想定できる。一つは、楕円銀河の多くは大質量、ブラックホールを含んでおり、そのため大きな高度を支えるエネルギーがあるということで、ある。 もう一つは、楕円銀河では、電波源を抑制する、生還物質の量が少ないということがある。冷たいガスを大量に含む、渦巻き銀河では、ジェットの形成が妨げられている、可能性もある。今日のところ、観測結果に対する単一の説明は得られていない。電波銀河と、クエーサーが、同じ天体だと考えられるようになったことから、広く使われている。 ラジオギャラクシーという用語は不適切になってきた。ダブルレイディオソース、アソシエーテッドウィズ・ギャラクティック・ニュークリアスという言葉のアクロニムであるドレアガンという用語が作られたが、広く使われていない。エクスタリ・ガラクティック・ラジオソースという用語は一般的であるが、スターバースト・銀河等のような銀河系外の天体の多くも電波サーベイで検出されているため、混乱を招く。 ラジオラウドアクティブ、ギャラクシーという言葉は曖昧さがなく英語版のウィキペディアでも多く使われている。ありがとうございます。